おはようございます。速稼塾の久保です。FX に限らずなんですけども、何か一つのことをね、ずっと淡々とやっていこうかな、コツコツやっていこうかなと思った時に、一番問題になるのはスキルアップでも、それからね、儲かる儲からないでもなくって、自分の気持ち、モチベーションが維持できるかってことなんですよ。その取り組みを始めた1日目2日目っていうのはモチベーション高いんですけども、3日目ぐらいからだんだんね、慣れてくるんですよね。その慣れが秋に変わってきます。こうなるとモチベーションの維持っていうのはすごく難しくなってきますし、モチベーションのことが気になってできない、もしくはもうやらないってことになってしまうんですよね。これで離脱が起きるわけなんですよ。じゃあモチベーションを維持するためにやるべき工夫とか、こういうのはないのかなっていうことなんですけども、これね、実はモチベーションを維持する工夫っていうのは非常に、これまた困難なんですけども、あるんですよね。でモチベーションを維持することにこう慣れていくと、どうやったらモチベーションが維持できるのかっていうことが慣れていくと、どんなことにも応用できるんで、うまくいく人っていうのは何にでも継続力を持ってね、結果を出すことができるんですよね。で私の例で恐縮なんですけど、私はサイトアフィリエイトで、月収200万から300万っていうのはね、18ヶ月上げてきたわけなんですけども、これはね、最初の頃はやっぱりなかったんですよ。最初の1年ってのは本当に苦しかったです。数円とか数十円みたいなことが続きました。ただそこにですね、数円数十円でも、もしかしたらこれ量産したらすごく大きな金額になるんじゃないのかなっていうふうに、どうやったらこれが増えるかなっていうふうなね、ちょっとした考えを持つこととか、アドバイスをいただくこと、そして質問をすること、質問に回答をいただくこと、これを繰り返すことによって、自分のシチュエーションがね、いつも変化している、動いている、そして手応えがあるってことを人工的に作り出すってことで、モチベーションを維持することができたんではないかなと思います。そしてですね、そのアフィリエイトの仕組みっていうのは、転売になっても生きてます。転売でうまくいかないときっていうのは、その転売をやってる人に、自分はこういう状況でうまくいかないんだけども、あなたはどうしてましたってことを聞くと、大抵ね、こういうふうに私は乗り越えたっていうふうに言われるんですよ。そうなんですよね。自分がつまずくことって、大抵の人がつまずいてるところなんですよ。問題はそのつまずきで終わるのか、つまずきを乗り越えるのかっていうところで、残る人、次に進む人が変わるか、生き残るかどうかってことが決まってくるわけなんですよね。で私はですね、やっぱりどうしても生き残っていきたかったんで、消えるって選択はね、なかったわけですよ。ですんで、生き残ってる人に常に聞き続けるってことを続けていきました。ということでね、 FX なんですけども、このね、私がねすごくいいなっていう方法は、まずね、 FX の質問を誰でもいいからすることなんですよ。それこそ FX 知らない人、 FX 自分の力と同等な人、 FX 自分よりもレベルの高い人、久しぶりな人、こういう方にいろいろ聞くこととか、その方がどう考えてるのかってことを意見交換することによって、いやそれは違うんじゃないのとかね、あそれはいい方法だねみたいな、いろんな発見や気づきや反論っていうのが生まれるんですよね。そういうふうにして自分のこのなんて考え方をアクティブにすることによって、興味っていうのは尽きないのかなと思います。そのために私はね、FX の相場解説をずっとね、3年以上、3年半、もう4年近くになりますね、いつの間にか。4年近くやってるわけなんですよね。そうなると、コメントがついたり、それからメッセージが来たりっていうところで、自分の相場解説についてね、ご指摘いただいたり、アドバイスをいただいたり、時には笑われたりとかね、そういういろんなことがあって、飽きずに済んでるかなってことです。この飽きないっていうのがすごく大事なんですよ。私は FX の相場解説慣れましたけど、飽きてないんですよ。なぜならいろんなアクションが毎日起きるからなんですよ。違う人の思考がそこに入ってくるので、なるほどと思ったり、そんなバカなと思ったりね、いろいろ私の感情が動くんで、一つのね、テレビ番組みたいな感じで FX の相場を見てるかなってことです。今日も相場解説させていただいたんですけども、どんな反応が来るのかね、楽しみなまま一日過ごすことができ、そしてこれから自分の言った通りの命令が来るのかどうか、言った通りにならなかったらどういうふうに解釈すればいいのかってことで、もう一日中ワクワクしている状態なんですよね。ぜひ FX の相場解説なり、 FX の取り組みの中で飽きが来たとかね、慣れてきたなと思ったら、何か変化を自分で作り出す、そのために人の意見を聞いてみるとか、人に自分の考えを投げかけてみるってことを繰り返してみてはいかがかなと思います。速稼塾のね、中に FX のコースがあるんですけども、せっかくその中で限られた人数の方がねやってるわけです。そして FX の相場解説、私の見ていただくと、何十人という方が毎日見てると思うんですよ。これ同じ人が見てると思います。8割ぐらい同じ人で、2割ぐらいの方がたまたま見に来て、もう見に来ないよっていう人がね、入れ替わってるって状態ですけども、それはね、FX の相場解説を見てる方の LINE グループとかを作って、自分たちの考え方をね、戦わせてみるとか、そういうふうな二次的な活動っていうのはできるんじゃないかなと思うんですよ。もちろんその二次的な活動が楽しすぎてそっちがメインになっては意味がないんですけどもね、やっぱり一日も早く利益がコンスタントに出るようになっていただければならないのですが、なんかね、今の状況変わんないなと思うようでしたら、何かね、自分で変えるためのアクションを起こしてみるとか、アクションを起こすことを、お願いしてみるとかってことをできるんではないかなと思いますけど、いかがでしょうか。本当にね、慣れと飽きっていうのはね、慣れるのはまだしもですよ。
飽きてくると本当に立ちが悪いです。自分の飽きっていう行動がね、モチベーションの低下っていうのが自分の人生を支配してしまうんですよね。これは非常に恐ろしいですよね。だから自分のモチベーションの低下と戦い続けていかなくてはならないってことがあります。私の場合はモチベーションを無視してやってますんで、上がってる日も下がってる日もまあ全力でやるんですけども、なかなかそうはいかないと思いますんでね。はい、参考にしてみてください。それでは失礼します。